両陛下の長年の思いがようやく実現した今回のパラオご訪問、そのスケジュールなんですが、パラオ国際空港にきょうの夕方到着された後大統領夫妻と懇談、そして国際サンゴ礁センター訪問、また夜にはパラオ国主催の歓迎レセプションと晩餐会に出席される予定となっています。 そしてこの晩餐会のあとその服装のまま日本の海上保安庁のヘリコプターに乗り海に停泊する海保の巡視船に宿泊されますさらに明日はまたヘリコプターに乗ってペリリュー島に移動戦争で亡くなった日本人の戦没者の慰霊碑に献花し生還された方々とも現地でお会いになる予定です また戦争では敵として戦ったアメリカ側の慰霊碑も訪れて喧嘩するということですそして地元の方々と懇談された後午後には再びヘリコプターでパラオ国際空港に移動し帰国大変過密日程な1泊2日の予定となっています